5時間寝れば振り入れとかあっても全然入る。それより短くなっちゃうときついけどね。5時間以上睡眠が取れれば OK だから。めっちゃこれ柚子の味する。柚子入ってる。柚子味なんじゃない？あ、違う。入ってない。マサルセッチュ。あ、エズポップのピートで逃げ出しまして、なんか普通、なんかね、皆さんが想像してるよりもロビーに着いたって。寝つきほら、でかくない？寝つきいいよ、全然。え、めっちゃでかくない？ほら超でかいです、以上です。MIT だとね、ほんと、そう、英語だね。そう、ドイツ語とかもいけるけど。てか、何のお話してたか忘れちゃった。等身大のパネルさ、抽選のやつ、サンリオのアクスタと比べたことないな。なんか商品もさ、たくさんしてるんですけど、リハーサルは。ここにつけとこうかな。壁車、壁車。どう？壁車です。あ、ついた、ここに。背景に。これ壁車でいいじゃん。これなんか隠れミッキーみたいな。隠れ壁車。ほら見て見て。え、すごい。え、こうしとこうかな。やばい。アクスタさ、昨日持って帰っちゃった。私のアクスタしかないね。昨日もらって。今日終わったポテト食べない、うん。昨日めっちゃポテト食べたから食べない、今日は。でもまあさ、普通に冷静に考えてさ、あの、食べた分のポテトさ、消費するぐらいさ、今日なんて30曲ぐらい踊ってるしさ、いいかなとは思うけどね。いや、今日は我慢するよ。でもさ、そんなことよりもう早く帰りたいからさ、そう、ね、終わったら帰宅です。そう、お風呂入んないとさ、やばいよね。うん、そう、今日の昨日めっちゃバーガーキングのポテトさ、めっちゃ食べてたよね、私。 L サイズ2個食べたの。え、L タイム。え、待って、ずっと、あ、L タイム。うん、L タイム。すごい、なんかめっちゃなさ、コメント来ないなと思ったらさ、めっちゃ止まってます。アクスタ連れていくのすごくいい。かわいい、ありがとう。いいサイズ。ここら辺にさ、置いとけばいい。置いてても見えんじゃない？あと10分ぐらいだね。5時。うん、6時からだよね。そう、前髪シャンプーしよう。夕方のポッポポテトのメガ盛り、え、わかる、ポッポね、いいよね、わかる、めっちゃわかるの、それ。で、ベーコンポテトパイも食べたいんだけど、なんかマックがあんまりないんだよね。ないね。そう、だからね、2公演の日くらいが何でも好きなもの食べたい。いや、いいっしょ、めっちゃ、私さ、今日マジでやばい、今年一番めっちゃシュールじゃない。めっちゃさ、汗かいたの。え、てかベーコンポテトパイマジで食べたいんだけど、本当にマックがないだよね。良くない？いいよ、いいよ。めっちゃ、すごい、すごいいい感じに向けた。どう思いますか？鼻高い？鼻高くないよ。前髪は気づいたら伸びてることですよ。私がいっぱい。そうそう、劇場の近くにマックあるけどね、みんな手紙書いてるでしょ、きっとマックで。秋葉原さ、ありがとうございます。これ最近買ったんです。あ、ファンの部屋みたい。確かにファンの方はこんな感じで並べてくださいな。
バレた、書いてない。手編み、手編み楽しみにしてるね。今日のメイク自分だよ。今日は私の好きなアイドルのメイク、なんかアイシャドウ塗り方ちょっと真似してみたらいい感じだったので、今日もうこの先これでやりますね。並べるよ、連れてくる。確かに髪ボサボサすぎてさ、こんなくしまってた。実は今週の中あくさん健康パラパラパラ。神棚に変わります。お願いします。冷蔵庫にあの磁石を取り付けます。いや、いいよ、全然どこに入ってもいいけど、冷蔵庫がさ、デコじゃない。何の世界に入ってたの、あなた。なんか自分の世界入ってた今、うん、怖い。いや、まあ、あと公演、ゆる公演したら30曲ぐらい。今ね、ちょうど15、5、6、17曲。え、昨日の夜のゆいさんの話見てない、見てないんだ。メイクを直して、今日はご飯食べ終わりましたので、メイク直して、前髪をやって、ハーゲンダッツのめっちゃ美味しかったな。前髪が平気だから、これを固めて、どうしよう。帰りセブンによるかファミマによるかっていう永遠の討論。両方、まあ距離的にはあんま変わらん。そう、めっちゃ近いんだけど。私はミニストップがいい。ミニストップ行きたい。劇場にミニストップ欲しい。こんにちは。もうね、頭が回ってない。何話してたかね、すぐ忘れちゃう。ね、昼公演のチークはまゆちゃんにね、まゆちゃんは私があげたやつつけてチーク。え、え、待って、この子頭回ってなさすぎる。えって言われて今、えとか言って、めっちゃえって言うの。君が好きだよ、どういうふうなことあっている、本当の気持ちを。あ、まさとさん、なんかたくさん来たんだけど、クマが、クマがたくさん、ありがとうございます。私がいるから心配いらないわ、いつもこんな風に歳をとってきた。あ、あと5分、そのうちどうにか乗り越えられるわよ、どんな辛いことでも。シュ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 、リハーサル詰め込みすぎって言うじゃないですか。でもリハーサルってそんぐらいやらないとできないの。そんぐらい必要なんです。え、雨降ってるらしいですね。な、なに、魚さん、ありがとう。言ってるらしいじゃないですか。あと1時間少しだけど、何分前から宣伝上手、本当に言ってる。 MC 確認とか含めて、ワイトさん髪の毛が終わってる状態だったら30分前にはできれば。てかメイク終わってるし、ね、え、りこ違う、7時開演だよ今日。あ、いいじゃん、だけ7時開演だと。うん、私だけ7時、そう、誕生日だから。これは陰剣のオリジナルのグッズなので、まあ、もちろん陰剣の方も室長さんしか入らないんですけど、まあ、手にぜひ嬉しいなと思います。ぜひ手紙はまだね、終わったらもらえるので待っていますね。あそこにいらっしゃるんですね。すぐそこで。選手の人です。猿の越滝さん、ありがとうございます。こんにちは。ことは何も始まらないのが間違えちゃった。
いと思ってる。色変えて遊んでる。グッズどう買おうか日々考えてます。それはもう、もう私の顔が入ったやつは全部買って、あともう欲しいやつ買えばいいと思います。同じくです。私の顔入ってれば。今日はどうなの？じゃあ私のさ、私がなんか最近イライラしてたんだけど、なんかなんでイライラしてるかって考えたら、なんか外的要因が多すぎて、なんか自分のせいじゃないことが分かったので、なんで自分のせいじゃないかっていうと、まずなんか私なんか運が悪いのか分かんないけど、とりあえず電車って電話しちゃいけないじゃないですか、電車の中で。なのになんか何もかかわらず、私が座ってた両サイドの人がなんか同じタイミングで電話し始めて、なんかマジどないって思って、本当に。で、椅子座ってたんですよね。そしたら隣でね、座ってきた人がなんかちょっと絶対飛び跳ねた。絶対座る時の衝撃で飛び跳ねて、そんな勢いよく座ることあるんだって言ってきた。めっちゃさ、電話してんの。一息5分ぐらいあったんだけど。なんかそんなさ、しかもなんかこうじゃないの。こうならさ、まあ知らないのかなと思うけどさ、何普通に喋ってかんね、なんかさ、もしもし、あ、今電車乗ってるんだけど、電車乗ってるんだけどじゃないのよっていう話なんだけど、飛び跳ねることなんてなかった。なんか普通に内容をね、ちょっと耳にしたけど、全然、メールとか LINE できるよねっていう会話だったから、そろそろさ、はい、でも許せません。なんか緊急の連絡だったら全然わかるんだけど。次。でもなんかこうとかで分かるじゃん。悪いと思ってんのかなと思って。でも、なんか普通にね、その時間びっくりしましたって話して。で、そうですね。初めてこう見たらね、クマ投げました。ありがとうございます。あとなんか、電車でなんかちょっと具合悪くなっちゃった方がいて、めっちゃアナウンスの声聞こえるねっていう。なんかで、なんかそう具合悪くなっちゃった方がいて、なんか周りの人が看病してたんですよ。私寝てたんで、全然なんか起きたら状況が把握できなくて、なんかちょっと一部始終をね見てたんですけど、その倒れた方がなんかその助けてくれた方とかが、なんかその人に対してお水とかね買ってきてあげてたり、なんか駅員さん呼んであげてたり、なんかめっちゃ尽くしてあげてたんですよ。マグネット忘れません。そう、なんか親切心でね。なんかさ、普通さ、おせっかいだなとか思ったとしてもだよ、なかなか思う人いないけどさ、思ったとしてもありがとうございますって言うのに絶対言わなかったの。てか、なんか新入社員とかじゃなくて、普通のなんか遊びに行った帰りみたいな格好の女の子だ。はい、行きます。なんか嫌だった。ヌーマンさん、超高位さん、ありがとうございます。っていうなんかちっちゃいイライラが積み重なって積み重なって、9位、神戸のマーチさん、ありがとうございます。すごく嫌でしたっていう。はい、8位、紳士なつさん、ありがとうございます。続いて7位、眠くなってきちゃった。ゆうたまさん、ありがとうございます。6位、ゆきさん、ありがとうございます。5位、ひろきさん、ありがとうございます。そして4位がたけしさん、ありがとうございます。3位、あばらさん、ありがとうございます。2位、立花さん、ありがとうございます。私さ、細かいことまで気になっちゃうの、そういうとこ。だから嫌だ。皆様、水戸公園は見てくださったり、以前まで見てくださったり、ありがとうございます。水戸公園はじゃない方もぜひ今この機会にしたグッズ
線階段作った。皆さん見つけたいのでペンライトとかあったらぜひ皆さんと呼んでくれたら嬉しいです。初見です。ありがとうございます。もうすぐ終わります。終わりますよ。楽しまゆちゃん B 型なんだよね。私 O 型。私 B 型、めっちゃ B 型の極みみたいなさ、性格してんの。見ればわかると思うけど。まあそもそもさ、私血液で血液型で性格決まるとかさ、マジで信じてなくてさ、アホらしいとか思っちゃうんだよね。なんでかっていうと、なんかだってさ。ブラジルとかさ、全員 B 型だっけ、O 型だっけ、忘れたけどさ、なんかさ、全員が、多くの人がその血液型の国があるのに、なんで、じゃあみんなその国は性格一緒なのっていう、はい、思って、アホらしいって思います。でも O 座とかね、占いますし、なんか占いは良かったら信じる、悪かったら信じません。いいことよ。じゃあ私解散します。バイバイ。めっちゃご都合主義です、まあ、日本人だってさ、ご都合主義だからいいんだよ。いろんな宗、なんかいろんな国のいろんなさ、宗教のイベント取り入れたりしてんだから、日本だってご都合主義だからいいんですよ。でもなんか自分に都合悪いことあると B 型だからとかで済ましちゃうときある。てかもう終わるね、バイバイ。13ゴーくんさん、12サルの腰竹さん、11コウさん、10ひろゆきさん、9山正さん、8ヘルプミーさん、7位こもちさん、6位おやちゃんさん、5位こうたろうさん、4位のりなさん、3位かずみさん、2位さかなさん、1位くまっちさん、でも、とてもありがとうございます。じゃあね、ちょっと頑張るね。バイバイ。え、マヨネーズ嫌いだから、苦手って言うんだよ。嫌いって言わないんだよ。マヨネーズは苦手。じゃあね。じゃあね。